新庄市立図書館は山形県新庄市にある公共図書館である。新庄市中央公民館の館内で運営されていたが1988年8月に新設した現在の建物に移転した。貸し出しサービスは利用カードを持っている人を対象に行っている。利用者カードは山形県内に在住、新庄市内に通勤。 通学している人を対象に交付している。貸し出し点数は、図書だと一度に10冊までで、日数は14日間。返却は原則カウンターとなっているが、閉館中は返却ポストを利用することができる。レファレンスサービスとコピーサービスを行っている。山形県新城市、小田島町4番21号、セピア色の風景帳、第109回、新城市中央公民館。 山形コミュニティ新聞オンライン http コロンスラッシュスラッシュ www.iamacomi.com スラッシュ 6801.html2019 年2月19日閲覧新庄市の歩み新庄市2019年2月19日閲覧図書館 Q&A 新庄市2019年2月18日閲覧 こんなサービスをしています。新庄市2019年2月18日へ閲覧。ありがとうございます。